駒田徳弘は、奈良県出身の元プロ野球選手、野球指導者、日本プロ野球迷宮会幹事、野球解説者、タレント、俳優。満塁時の打席で無類の勝負強さを見せ、満塁男の異名を思った。現役時代は、長身の中距離打者として、巨人と横浜で活躍。一塁主としては、史上最多となる柔道のゴールデングラブ賞を受賞した。 小学生時代から身体能力と運動神経が良く野球の他に水泳などで県の大会で上位の成績を残していた。中学に入り本格的に野球を始める。生来の左利きだが1年生までは右打ちでコーチの指示で2年生になってから左打ちに転校。中学生時代は長身ながらも非力で2番打者などで三遊間を ゴロで抜けるヒットをよく打っていたというが、桜井商業高校時代は、体格も良くなり、AS で4番打者として活躍。1978年夏の甲子園県予選では2年上の、東俊夫としおとバッテリーを組み、準決勝に進むが、氷山校に赤敗。1979年の周期奈良大会でも、準決勝に進出するが、智弁学園に敗退。 敗者復活2位決定戦でも高田翔に敗れ、近畿大会には進めなかった。翌1980年、春季奈良大会決勝で、競合天理校と対戦。川本和弘と投げ合い、虫満塁で敬遠されたという逸話を残すが、乱打戦の末敗退。またイニングの先頭バッターで敬遠されたこともあった。同年夏の県予選でも敗れ、甲子園には出場できなかった。 高校通算で43本塁が打率490を記録。高校では駒田の打撃練習の前に打球の行方に注意を促す校内放送が流れるほど飛距離がすごかったという。地元のマスコミからは奈良のマニエルと呼ばれていた。1980年、読売ジャイアンツからドラフト2位で投手として指名され入団。入団後、 新人合同自主トレーニングの期間だけ投手としての練習をしたが、駒田自身投手としての能力に限界を感じていたため、最初は投手をやらせようとしていた監督の藤田もとじに野手への転向を直訴。認められ、1年目の春季キャンプより野手扱いとなった。1、2年目は一軍に上がることはなかったが、プロ入り3年目の1983年4月10日。 開幕2戦目の対応戦で、試合前の練習で怪我をした一塁のレギュラー、中畑清志に代わり7番、一塁一種で、先発出場し、初回、二軍で得意としていたプロ初先発の宇田和彦から、日本プロ野球史上初となる、プロ初打席での満塁本塁打を右翼席に放った。藤田は当初ベテランの山本浩二の起用も考えて、いたが、当時助監督だった。 大貞春の進言で、駒田の先発が決まったと言われる。この年、規定打席不足ながら12本塁打を放った背番号、50の駒田、12勝を挙げる活躍で、新人王を獲得した背番号54の牧原、広見、同じく規定打席不足ながら打率、326を記録した背番号55の吉村、貞章の3人は、セリーグ優勝の原動力となり、 巨人期待の若手として注目され、彼らの背番号にちなみ50番トリオと呼ばれた。この時期駒田は、かつて巨人に在籍したゲイリー・トマソンをもじって、コマソンともあだなされていた。1984年、巨人の監督に就任した大佐春からホームラン打者として期待され、一本足打法の習得を進められる。首都圏で試合のある日は、 毎日のように王の師匠である荒川博の自宅へ通い、王がしたように合気道を習い、真剣を振るなど夜中まで練習をして一本足だ方の習得を試みたが結果を残せなかった。当時打撃についてあまりにも考え悩め抜いている姿からチームメイトからは銅像の考える人に由来するロダンというあだ名をつけられていたという。 よく1985年の序盤には一本足打法をやめるも結果を残せないでいた。1986年後半に当時二軍の打撃コーチだった松原誠の指導によりホームランを狙うためにボールを上から叩くよう指導されていたそれまでの打撃フォームをやめグリップを下げてレベルスイングにすることで自身に合った打撃スタイルを確立する。 外野と一塁を兼任しながら、レギュラーメンバーの故障離脱の合間を縫うように出番を増やす。1987年、開幕戦の中日戦で、杉本忠から本塁打を放ち、シーズン後半に、レギュラーの松本忠から、外野のポジションを奪取。1988年、背番号を10に変更する。初めて規定打席に到達し、 セリーグ打率ランキングの4位に入った。この年は、初の4番スタメンも経験している。足は速くなかったが、チーム事情から1987年後半から1988年前半にかけては、1番打者として起用されることが多かった。1989年、藤田元次が監督に就任し、シーズン序盤に三塁手、中畑清志が故障し、 それに伴う一類種、岡崎香織の三類コンバートにより、相対一類に定着。初めて一類種部門で、ゴールデングラブ賞を受賞。この頃より、恐怖の七番バッターと呼ばれるようになる。日本シリーズ第七戦で、近鉄バファローズ先発の加藤哲郎から、先制本塁打を放ち、ダイヤモンドを一周中に三類ベース付近で、バカと叫んだと言われている。 巨人は第3戦で加藤、村田達美、吉井正人の系統の前に完封されたが、勝利投手となった加藤が試合後、シーズン中の方が相手が強かったからしんどかったという胸の発言をした経緯もあり、このバカ。発言は一般に加藤の暴言に対する罵倒と認識されている。このシリーズは7試合までの日本シリーズ史上最高打率、522、 1>, 1本塁打、5打点という成績を残し、最優秀選手に選出された。1990年、7番打者ながら22本塁打83打点と、チーム最多の本塁打と打点を記録し、チームのセリーグに連覇に貢献する。ファン投票で選出され、オールスターゲームに初出場。翌1991年は3番打者として多く、出場し、 チーム最高打率であり、障害事故最高でもある打率。314を残すなど、主軸としての地位を不動のものとした。1991年8月19日の対、中日戦で、上原明から、障害唯一のサヨナラホームランを放っている。1992年、アキレス県通の原辰則が一類に、コンバートされたことに伴い、右翼手に転向。 守備範囲は狭かったものの強権で貢献した。この年打撃コーチに就任した中西太氏の指導があい、前半戦は本塁打を量産したが、打点数もほぼ同数を記録し続けるなど勝負弱さが目立ち、シーズンを通しても得点圏打率は231と低迷した。最終的には自己最多の27本塁打を記録。前半戦は 不調の原に代わり4番打者として29試合に出場。4月21日の対ヤクルト戦で1試合3本塁打を記録している。8月17日のヤクルト戦で高野光から本塁打を放ち、これが巨人軍通算6000本塁打となった。シーズンオフには原、斉藤正樹と共に日本人としては巨人軍初の年俸1億円プレイヤーとなる。 1993年、長島茂雄が監督に就任し、原の三類への再転向により再び一類種に戻るも、股関節痛などから開幕から、打撃不振に陥る。5月22日の大半神戦でスタメン落ちし、1990年9月11日から、続けてきた307試合連続フルイニング出場記録が、途切れ。 同時にこの試合では途中出場もなく1989年5月27日から続けてきた450連続試合出場記録も途切れる。この年、打撃に対する意見の相違などによる打撃コーチの中畑清との確執がマスコミでたびたび報じられる。監督の長島茂芸夫も駒田が自身の処遇について尋ねるためコンタクトを取ろうと、 心見ても、無視をされるなど秋風が吹いた。駒田は、長島修雄さんというスーパースターが監督になった時は嬉しかったが、打撃論とか打撃について、遠征の時に聞きたかったが、聞くことはできなかった、と解雇している。首脳陣との意思疎通がうまくいかなくなっていたことに、加え、同年シーズンオフ、同じ一流一種の中日、落合博光が、 FA 宣言して巨人へ入団することが濃厚となり、合わせて自身のトレードがささやかれていたこともあって、出場機会を奪われることに危機感を持った駒田は、同様に FA 宣言する。関東の球団を希望する駒田とかつて巨人のヘッドコーチであった横浜ベイスターズ監督の近藤昭人による駒田獲得の希望がマッチし、横浜へ移籍。横浜球団は、 駒田遺跡の直後、1980年代の看板選手であった6選手を突如として解雇したが、解雇された選手の年俸が駒田の獲得資金に充てられたのでは、と一部マスコミから、やゆ、批判されたこともある。駒田は、僕はね、未だに OB としても一歩を引いているところがあるんです。それは、あの時の生え抜き選手たちを大量解雇して、 僕を取ったっていう権威がありましたからねと述べている。2019年現在で巨人ハエ抜きで国内球団に FA 移籍した唯一の選手である。同じく FA 権を行使した牧原博美とは対照的に球団からの移流はなく駒田は恩師である。藤田前監督の勧めもあって結果的に横浜移籍を選んだが、阪神、大栄、ロッテ、西武からも 獲得の打診が寄せられていたと、後年明かしている。1994年、ベテランが大量に解雇され、チームが若返ったことに伴い、32歳を迎える、シーズンながら、チーム最年長選手となる。シーズン開幕当初は3番打者を任され、序盤こそ本塁打を連発し好調だったが、徐々に成績が低下。中盤からは主に6番打者として出場するようになった。 閉冊がもセリーグ記録となる29を数えた。リーグ最多に塁打を記録。1995年、オールスターゲーム前まで、フル出場しながら、本塁打はわずかに2本。年間を通じても6本であった。この頃よりパワー不足を補うため、大きく足を上げる打法を時々試すようになる。打撃用ヘルメットをかぶって、守備をし、コンタクトレンズが目に合わないため黄色のゴーグルを、 かけていた。1996年5月、6月と好調で遺跡後初の3割達成を期待されたが、その後失速。最終戦で3安打を放つも、あと1安打たりず打率、299に終わる。8月22日の対巨人戦で、河野白文から満塁本塁打を放ち、セリーグ全球団から満塁本塁打の記録達成。 8月末頃よりバットを寝かせる打撃フォームに改造し、閉幕までの1ヶ月少々の間に5本塁打を記録するなど、ホームランが出るようになる。前年本塁打数がわずか6本で衰えも、囁かれていたが2年ぶりに2桁に乗せた。1997年、4番打者のクレンブラックスの対談により、打順が繰り上がり、主に5番打者として出場。 前年からの打撃改造が走行し5年ぶりに打率3割を達成。打点も86と35歳にして自己最多の成績を残した。1998年、当時新しく選手会長に就任した石井拓郎が、戸様の駒田が経験などをスムーズに発言しやすいようにと要請し、キャプテンに就任。マシンガン打線の5番打者としてチームの日本一に貢献。 前半戦では不審のロバートローズに代わり20試合で4番打者を務めたり、9月の初旬まで打点数ランキングの2位につけ、打点を争いに絡むなど活躍したが、終盤には応援団に応援ボイコットをされるほどの深刻な打撃不審に陥る。結局打率28、281で本塁打は9本に終わったが、前の打者の出塁率の高さと、2本の満塁本塁打を含む、 自身の満塁での強さなどから81打点を挙げ、生涯唯一のベストナインを獲得する。日本シリーズでは、第4戦までわずか2安打とシーズン終盤の不調を引きずっていたが、第5戦で満塁でのタイムリーを含む4安打後、打点と大活躍をして調子を取り戻すと、日本一を決めた第6戦では、スコア0から0の8回裏、西口文也から決勝に点的時2塁打を、 花地シリーズ優秀選手に選出された。シーズンオフ、野球教室で正座をした際に、半月板を損傷し、手術を受ける。1999年、打率291の好成績を残すものの、ローズをはじめとする打撃陣が、みなぜ校長であったため横浜のチーム打率294を下回ってしまった。 5月18日から6月17日まで25試合連続安打を記録。また、7月17日の対中日戦で、巨人時代の1993年10月21日より、続けていた連続試合出場記録が739試合で、途切れる。12年連続100安打以上を達成。2000年リーグ最年長野手となる。 2000本安打まで残り73本で迎えたシーズンであったが、プレッシャーのためか開幕から制裁をかき、嘆き不振に陥る。家族も、球場で観戦していた6月18日の対、広島戦で6回に代打を送られた際に奮撃し、バットとヘルメットを投げつけて、ベンチ裏に下がり、山下大輔ヘッドコーチの許可を得て試合中に帰宅した。しかし球場を去る際、 取材陣に対し、野球感が違うとコメントしたことで、首脳陣批判と受け取られ、球団からペナルティとして、罰金30万円と二軍降格を命じられた。この時、駒田は、通算2000万ダを目前としており、1ヶ月の登録抹消期間を経て、9月6日に2000本アンダを、達成、迷宮会に入会した。達成直後に、 球団から引退勧告をされるも、2000本を打つためにやっていたと思われるのは嫌だったという気持ちもあって、拒否をし、9月22日に戦力外通告を受ける。結果として、現役最終試合となった10月10日の対、ヤクルト戦は4番打者として出場し、第1打席で前田広次から敵地打を放ち交代。現役続行を希望していたため対談セレモニーなどは、 行われなかったその後一席先を探し続けたが、結局他球団からの正式な誘いはなく、翌2001年の1月18日に現役引退を表明。現役通算安打2006本は2019年現在、現役引退した迷宮会員の中では、千葉ロッテマリーンズの福浦和也に次ぐ少ない記録である。2001年から日本放送の野球解説者を、 努めるこの年の秋から始まったプロ野球マスターズリーグ東京ドリームスの4番打者として活躍2002年からテレビ東京の解説も兼任2005年この年誕生した新球団東北楽天ゴールデンイーグルスの新監督に就任した田尾康氏の要請で楽天1軍打撃コーチに就任しかし 成績不振のため4月30日に二軍打撃コーチへ降格となり、シーズン終了後に解任された。2006年からは再び野球評論家として、テレビ東京を中心に、TBK、東北放送、テレビ北海道、STB ラジオにも出演。2006年の読売ジャイアンツ春季キャンプにて、李承洋の臨時一塁守備コーチを務める。 2009年に当時スタメンに極端に少なかった左打者の育成を託され、横浜の一軍打撃コーチに就任。リーグ再開となるチーム打率239という打撃成績の責任を取り、シーズン終了後に退団した。2010年から TBK 文化放送スカイエースポーツの野球解説者を務める。また、2010年に社団法人化した。 日本プロ野球名球会においては、幹事を務める。同年の、第17回アイブフインターコンチネンタルカップでは、監督の岡崎香織からの指名で、日本代表の打撃コーチを務める。2011年から、TBS ニュースバードの野球解説者も兼任。2012年の千葉ロッテマリーンズ春季キャンプにて、大松正一の臨時一塁守備コーチを務める。また、 2012年9月1日から常磐大学公式野球部の臨時コーチを務め、同年10月22日にチームは3期ぶりに関子新学生野球連盟一部リーグへの昇格を決めた。同年11月に行われたマスターズ甲子園2012に奈良情報商業高校、桜井商業高校 OB の一員として出場、選手先生も行った。2016年、 総監督の江本武則からの要請で、独立リーグ、四国アイランドリーグプラスのコーチ、ファイティングドッグス監督に就任。前期は最下位だったが、後期は13期ぶりに、勝率5割を超え、3位に浮上させ、4期ぶりに最下位を達した。初年度終了後、チームを率いた感想を、選手を指導してみて歯がゆい部分もあり、正直、 このまま指導しても無理かなという気持ちもあった。でも、後期は一歩引いてみていると楽しくなったと述べている。2017年、前期は、超大物の元メジャーリーガー、マニーラミレスの加入などもあり、序盤から首位を改装するも後半に失速し、2位に終わる。後期早々にラミレスは帰国。チームは3位に終わるも、年間を通じた勝率は2位となり、 勝率5割を超えたのも7年ぶりであった。翌2018年前期は2位、後期は3位。シーズン終了後に留任が発表された。2019年前期は、徳島インディゴソックスと首位を争い、最終日まで優勝の可能性があったが、2位に終わる。2019年7月12日、今シーズン限りでのコーチ監督退任を発表した。優勝を達成できなかったこと、 NPB に選手を送り込めなかったことをその理由として挙げ、公認監督の選任を考慮してシーズン途中で発表したと述べている。後期は就任直後以来の4位だった。9月10日のホーム最終戦後にはグラウンドでファンや選手と記念撮影をした。コーチの監督時代には高知市帯屋町でコマ・ S ハウスというバーを手伝っていた。このバーは 小田の監督退任に伴い、2019年10月25日で閉店した。2020年からは再びテレビ東京、TBKTBS チャンネルの野球解説者、タレントとして復帰する。満塁時の打席で無類の勝負強さを見せ、満塁男の異名を誇った。1シーズンでの本塁打数は最高で27本、通算195本塁打ながら、 満塁本塁打数は、中村豪也の20本、大貞治の15本、藤野草と中村のりひろの14本に次ぐ、歴代5位の13本を記録しも記録している、満塁本塁打を打った試合は全て勝利している。満塁本塁打の率で見れば、実に、本塁打、約15本に対して、満塁本塁打1本という群を抜いている、成績である。13本中、 横浜在籍時に8本を記録しており、横浜時代に限れば、本類打、約8本に1本が満塁弾であった。また1994年から1999年まで6年連続で満塁本類打を放っており、これは一郎とならび日本記録である。満塁時の通算打率、332、打点200。読売ジャイアンツの第52代4番打者である。 1988年から1992年にかけて通算34試合と多くはないものの133打数50アンダ14打点7本塁打で打率376という成績を残している横浜ベイスターズでも1998年から2000年にかけて22試合に4番で出場し85打数29アンダ19打点 三本塁打で打率341の成績を残している。これらを合計すると56試合で218打数79安打33打点10本塁打打率362となり満塁児同様の勝負強さが垣間見られる。巨人での4番について駒田は原さんと違って僕の4番はアルバイトと表現し、 楽な気持ちで打席に立てたと述べている。一軍デビュー当時は長距離砲として首脳陣から期待されていたが、極度の打撃不振に陥り、フォームの改善を重ねた結果、長打力を犠牲にして、ミート力を重視した打撃スタイルを確立して成績が安定し、レギュラーを獲得することができた。そして、基本的には、単打でも良いからと、とにかく、 ヒットを打って、次の打者につなげるそのスタイルは、横浜移籍後顕著となる。そのためか、横浜移籍の1994年以後7年間で、本類打数は13本が最多であり、2桁を記録したのも3回である。巨人時代より、打者の中でも背筋力など筋力全般が特に、優れていたとされ、長距離法が少なかった第二次、藤田元次政権時代。 試合前の練習時に長距離砲顔負けなほど、ライトスタンドに叩き込む駒田を見て、監督の藤田も、なぜ試合になると、ホームランが少ないのだろうと、記者たちと共にいぶかしがっていたという。現に引退後も長打力そのものは衰えておらず、引退から9年も経った、横浜のコーチ時代も、試合前のフリーバッティングで策声を連発し、若手選手をアゼントさせたという。しかし、 安打製造機というほどではなく、横浜移籍後について言えば3割を記録したのは1回のみで、生涯最高打率は314であった。一方で、打撃スタイルを確立した1987年以降は、不調にあえいな1993年と規定打席に達しなかった晩年を除けば打率280を下回ることもなく、年間を通じた打率に関しては、 毎年安定した成績を残している。1994年にはリーグ最多二塁打を記録しているように、駒田は比較的高打率を残す中距離法であったと言える。しかし4打席4三振をした翌日に4打数4、安打を記録した1996年の開幕1、2戦に象徴的なように、試合単位では村のある選手であった。 そのため調子の良い日は止められず、猛打賞を142回記録している。またその不安定さが、巨人時代、打力ありながらもクリーンアップに定着できなかった要因となったとも言われる。腕のリーチが長いために、少々のボール球でもバットに当ててしてしまうこともあって、早打ちの傾向があり、子宮が少なく淡白な打撃も目立ったが、年齢を重ねるごとにクラッチヒッターぶりを発揮。 1992年は打率3割27本塁打を記録しながら64打点に終わるも、1998年は9本塁打ながら81打点を記録している。また、オールスター前まで最多本塁打打率ランキング2位だった1992年6月まで打率首位にランクされていた1991年、1997年、 打率ランキング上位に顔を出していた1996年、最多打点争いをしていた1998年など、オープン戦から前半戦は、例年好成績を残していた。しかし夏場の暑さに弱く、毎年中盤以降成績を落とし、迷宮会所属の選手としては、数少ない、打撃タイトルとは無縁の選手であった。いわゆる、 悪球打ちの選手であり、外角低めの球を長い腕のリーチを効かせて、バットをちょこんと当て、レフト前に打球を運び打率を稼ぐ一方、ハイボールや内角低めの球をアッパースイングでホームランにすることも多かった。また打席での狙い球が読めない選手としても有名であり、悪球打ちと合わせて相手バッテリーを悩ませた。背筋を伸ばし、 テイクバックを大きく取る打撃フォームが基本形であったが、バットを立てたり寝かせたり、足を上げたりすり足にしたり、スクエアスタンスにしたり、オープンスタンスにしたりと、調子に合わせて試合単位で打撃フォームを細かく修正した。またストライクで追い込まれるごとにその調子を少々かがめて打つ姿が特徴的であった。レギュラーを獲得してからはバットを立てた構えを基本としていたが、 1995年頃から長打が出なくなってきていた。しかし、1996年の夏頃にバットを寝かせる打法に改造することによって、バットがスムーズに出るようになり、長打力を取り戻す。30代半ばにして衰えを克服したことが、あとの2000本安打達成につながったと言える。また、左打者としては、日本プロ野球歴代1位の通算229。 閉札だとシーズン29閉札だを記録している。駒田は、走者が一塁で打席に入った際、広く開いた、一二塁間を、ゴロで抜けるアンダーを打って、走者を一点三塁にすることを一つの、理想としていたというが、そのためか打ち損児のセカンドゴロが非常に多かった。また横浜移籍後は確実性を求め、バットを振り切らずに当てるだけの打撃をすることが多くなり、 結果として打ち孫じの内野ゴロを量産した。小田自身は体の大きい選手は年齢を重ね、下半身の力が衰えてくると上半身が被さるように打つようになってしまうため、内野ゴロが増えてしまうと分析している。バットは33インチ915グラムと他の選手と比べても短くて、太めのミート性を重視したものを使っていた。 1987年のアリゾナ教育リーグに参加した際に地元のマイナーリーグの選手と交換したバットが元となっている。手首が柔らかく、グラブさばきが巧みで、一塁手一として内足からのショートバウンド、ハーフバウンド早球の補給処理が非常にうまかった。浮き足立つことなく、体をあまり動かさずに、手首のハンドリングだけでことも投げに、 ショートバウンド送球を補給する姿が特徴的だった。また身長も高いため、内野手は思い切った送球ができ、巨人、横浜の内野守備力の向上に貢献した。バント処理にも定評があり、果敢なダッシュで相手打者にプレッシャーをかけ、下手投げの鋭い送球で二塁でランナーを刺すこともしばしばあった。当時のセリーグに守備の上手い一塁手がいないという状況も手伝い。 一塁種としては歴代最多となる10度のゴールデングラブ賞を受賞している。しかし1998年5月20日の対ヤクルト戦で一塁種としてはプロ野球対記録で史上13人目となる1試合3失策を記録している。191センチメートルの長身であり、怪我による戦線離脱がほとんどない頑丈な選手であった。 危研究を避けるのもうまく、故障の原因ともなる死球も、実動18年でわずか19と非常に少なかった。現役時代、シーズン全試合出場は8度を数えた。その一見破棄のないように見えるプレースタイルからか、横浜スタジアムでの一塁側横浜ファンからのヤジは、ひときわ大きく、それへの駒田の応戦は一種の名物になっていた。 しかし、審判への抗議などによる退場は一度もない。本人曰く一番印象に残っているヤジは、神宮球場で言われた、横浜ベイスターズが優勝できないのは、君がいるからなんだよ。君さえいなければ優勝できるのにであるという。また敵チームに言われたヤジとしては、十学年下の当時阪神の保守、北川博俊氏が、駒田が、打席に入った際に味方守備陣に行った。 これボール振るよ。が印象に残っているという。巨人時代の1993年の夏頃からヘルメットをかぶって守備をするようになり、特に1995年はかなりの頻度でヘルメットをかぶっていた。プロ野球選手で初めてストッキングを履かずに、ユニフォームのパンツの裾にゴムをつけ、ストッキングのように見せるなど、ユニフォームの着こなしもユニークな選手であった。守備に就く際、 足に帽子を引っ掛け、そのまま放り上げて頭に乗せるという足影をしばしば見せていた。また、三振をすると走ってベンチに戻る姿が印象的であった。本人は恥ずかしいから、三振してピッチャー睨んでる選手もいるが、そんな行為は愚かなことだと思うと語っている。引退後はテレビラジオでの野球解説の他に俳優業をこなしたり、 多くのバラエティ番組や旅番組に出演している。夫人と共にテレビ出演することも多い。長女は日本プロマージャン連盟所属のプロジャン氏、駒田雅子。オールドカート1970から1980年代のアイドル歌謡のファンであり、そのことをテーマにしてしばしばメディアに登場している。84ヤングジャイアンツ歌の救援では冬のリビエラの カバーソングを披露している。また、引退後、横浜、館内のベースターズ通りに、歌謡喫茶を出展していたこともある。フジテレビ系列で2015年6月10日に放送された、村上信五とスポーツの神様たちに、満塁の神様として出演した際、伊藤美奈子の、ゆうおとをお気に入りの歌として紹介し、ゆうおとを BGM に、小間田の生涯塁本塁 全13本の映像が流された。前期の通り、コーチ監督時代の2018年3月から、バー、コマエスハウスを開店。売り上げは、チームの運営資金に充ててもいる。石井拓郎との対談の中で、俺は大雑把俺は、気が小さいから大雑把にしなきゃいけなかったと自身の性格について語っている。野球はレジャーだから。投手はスポーツだけど、打者はレジャー。 スポーツだったら、週に6試合なんてできないと述べたりするなど、元野球選手らしからぬ発言も多い。ありがとうございます。